だから霊的圧力で朝廷にいやさ睨みを効かしてるっていうアピールなのこれ。オルネッチいつかやるピロスケ。じゃじゃ。さあ今回はですね、徳川を裏で支えたフィクサー南攻防展開を紹介したいと思います。おお、展開さん。はい、まあ家康の右腕で活躍したお坊さんって感じなんですけど、まあちょっとした軍師みたいなイメージあるね。そうそうそう、結構ね、あの呪術的な宗教的な政治をやってるのに長けた人物でもあったんですよ。はい、そのイメージもある、はい、そういう部分も紹介しながら彼の人生を語りたいと思います。お願いします。ではこの南攻防展開、生まれはまあ諸説あるんですけども、一説では1536年、会津の大沼郡高田郷っていうところがあるんですけども、そこで生まれたと言われてるんですね。会津なんだね。ちなみに会津で力を持っていた勢力足名家っていうのがいたじゃん。足名家な。その一族とも言われてるんですよ。明智光秀じゃないの？それね、ああ、明智光秀が生きてて、その後に天海になったって話でしょ。いやでも明智光秀でしょ、天海は。残念ながらこれは否定されてます。嘘だ。もうね、筆跡鑑定で別人だっていう証拠出ちゃったのよじゃあ違うわ。まあその説はね、おいおいどっかでありますよ。でこの天海っていうのはもう小さい頃からもうとにかく頭が良くてね、もう評判だったのよ。でそんな子だから次第に仏門の世界に入ろうっていうことで龍光寺っていうお寺さんがあるんだけども、そこを11歳で出家します。はいはい。で彼は知識欲もあったことで14歳で見聞を広める旅に出るんだけども、うん、そこで彼はね24歳の時足利学校っていう学校に入学するんですよ。足利学校、はい、まあこれは日本最古の学校とも呼ばれていて、もういろんなことが学べる場所なのよ。あ、まあまあ有名だよね。うん、まあ例えば軍学、兵学、儒教、陰陽道、占い、もうありとあらゆる知識をここで吸収した。へえ、そんなにいろんなジャンルがあるんだね。うん、だってここでね、たくさんの軍師が出た、まあ有名な学校だからねこれ。おい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 。まあそんな感じで天下優秀になるとやっぱ武将たちもほっとかないわけよ。だから武田家のとこでお世話になったりとかしたっていう話もあるし、もう足名家ではね、もう天海をそばに置かなきゃあかんっていうことで呼び戻して軍事顧問的なポジションになって活躍するわけよ。じゃあやっぱ重宝されたわけか。うん、だけど天海の人生はここでちょっと雲行きが怪しくなるのよ。ほう。この時の奥羽っていうのは伊達政宗が立ち上がって、もう東北の影響力っていうのを強めていたわけ。はいはいはい、なんかバズってる時だよ。そう、バズってる時、政宗がね。でその伊達政宗と足名家っていうのがバチバチの関係になっちゃうわけ。ああ、そうだね。そしてこの勢力っていうのがぶつかることになって、世に言う釣上原の戦いっていうのが起きちゃうの。まあ結果言うとこの戦いっていうのは伊達政宗が勝つことになって、もう足名家っていうのは影響力を失うことになっちゃう。すると天海は足名義弘って人が主君だったんだけども、この人だけは守んなきゃっていうことで、もう甲冑を身にまとって一緒に逃げた。そうなんだ。そうで、この時ちょっとした逸話があるんだけども、天海が逃げてる時に落ち武者狩りに会うのよ。うん、でその落ち武者狩りをしてた人っていうのは会津の人たちだった。まあ多分だけど伊達軍に金で釣られて動いてたやつらなのよ。うん、まあ討伐しろみたいなね。もうこうなると主君が危ないでしょ。うん、これ あかんで。だけど天海は海老城切りっていう名刀を抜くと奴らに恫喝するわけよ。何時らは恩を忘れて弱ってる主君を売り、膝をついて敵に屈するか、私は義を貫いて主君を守る、お前らの不忠義はあの世で天に訴えるって熱弁するわけ。かっけえ天海。するとビビって逃げる人とか、中にはね心を改めてもう涙を流す人も現れたわけ。おお、天海って坊主なんだけど結構勇敢なわけよ。ちょっと熱いとこもあるんだね。そう、熱いのよ。でこういった天海の活躍もあって義弘は佐竹に逃げることができた。まあもともとね義弘って佐竹の出だから、まあ実家に帰ったに近い。あの養子だったんだよな。そう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 、足名家のな。うん、でその途中に襲われたって話。おお。でこの展開なんだけど、こっからどう生きたか詳しく分かんないね。あ、謎ゾーンに入っちゃうのね。まあちょくちょく戦には参加してたらしいんだけども、まあ詳しく分からないと。うん、だけど展開はここである武将も目に留まることになる。それが徳川家康だったのよ。おお、出てきたね。まあどういうきっかけで家康と展開出会ったかは分からないんだけども、まあ家康と展開はいろいろトークするわけですよ。すると展開は単語じゃないって家康分かっちゃうわけ。はい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 、常人じゃないと。そうで、家康は天海のことをこんな風に評価するわけ。天海は人知の仏なら、天海に早く出会えなかったことが悔しくてしょうがない。まあ、とにかく家康は天海の知恵の深さからもうそばに置くようになるわけよ。うん、これがブレイン生活が始まるのね。うん、そう、ブレイン生活が始まる。でもね、天海ってただ知恵が深かったから家康の側近に置いたわけじゃない。もちろん使えるからそばに置いたわけよ。うん、あの当時の多くの武将たちっていうのは
外交内政交渉、まあ様々あるんだけども、僧侶を軍師としてそばに置くことが多かった。まあ多かった。これっていうのはその僧侶たちって知恵が深いわけじゃんか。で冷静に交渉ができると、まあ言ったらね、ディベート能力っていうのが武将たちより長けてるわけ。ああ、はい、教養があって弁も立つと。それってあなたの感想ですよねの人と交渉したらさ、めっちゃ厄介じゃんか。確かに強敵や。そうだから僧侶たちを置くわけ、うん、で家康はよくね、優秀な僧侶たちを集めて御前論議っていうディベート大会っていうのを行ったの。はいはいはい。でこの御前論議で無双しまくってたのがこの天海だったのよ。論破祭りしたのね。そうそうそう。だから家康は天海をそばに置いていろいろ政治をしてるわけ。加えて僧侶たちがなんで武将たちのそばにいたかっていうのは他にも理由があって、宗教的な価値観や信仰っていうのは政治でよく使われたわけよ。まあまあ左右したりとかするもんな。そう、この南高坊天海っていうのはこの宗教政治っていうのがもう得意中の得意だったわけよ。そっち方面担当したっていう感じだよな。そう、そっち方面を担当した。まあ一つ例を出すとしたら、豊臣秀吉が天下人になった時に秀吉は家康に関東方面の支配を命令したの。秀吉にとったらさ、家康って驚異的な存在なわけじゃんか、まあ、言ったら力を持ってると。だから家康を遠いところに飛ばして影響力を薄めようって考えたわけよ、うん、それで家康は関東のどこに拠点をするか、まあ、悩んだわけなんだけども、うん、家康は江戸にしようって決めたわけ。はいはい。軍事的に考えれば、まあ、鎌倉とか小田原の方が全然いいんだけども、江戸っていうのは海が近いからそこを改装して発展すれば経済的に有利になるって考えた。あ、はい。まあ言ったら可能性が大きいと。だけど江戸っていうのはそこまで栄えてないのよ。まあ田舎だからね当時。ただここに移動するってなったら家臣たちの反感もあるだろうし、まあとにかくね、もっと説得力がないとちょっときついわけ。はいはい。対外的に何かしら理由が欲しいと江戸にする。そこで天海の宗教的な政治っていうのが役立つわけ。江戸城の近くっていうのは7つの台地に囲まれてるわけよ。これは黄砂明度計と呼ばれて、手のひらが開いた形に似てることから文明が開くって言われてるわけ。ああ、運気がいいと。うん、言ったら気が強い場所なの。うん。加えて江戸城には西に東海道があって、南には麹町台地っていう山があって、北には江戸湾がある。東には平川っていう川があるんだよ。これは四神相応って言われて四重の力がある、とんでもない場所なのよ。はいはい。江戸ホットなんじゃねえみたいな。そうそう、今暑いんじゃないのっていう。あ、まあ、こういった天海のアドバイスもあって、言ったら江戸に行く理由っていうのが強くなったわけ。はいはい。当時はね、信仰的な意味合いがあると納得しやすいのよ。まあまあまあ信仰心熱いもんな昔の方が、うん、まあでも実際天海と家康が出会ったのは家康が天下統一した後っていう話もあるから、ちょっとこの説はいろいろ見解分かれるんだけども、うん、まあとにかくこれが正しければ天海のアドバイスってめっちゃ役立ってるんだ。で天海のこの宗教政治っていうのは家康が亡くなった時に遺憾なく発揮されるの。お、家康は死ぬ数日前に天海を枕元に呼んだのよ。すると天海にあることをお願いした。自分が死んだら神として祀れ、遺体は久能山に葬り、葬儀は増上寺で行え、遺灰は大十字に納めて、そして一周期が過ぎた時に日光山に浄土を建てて勘定せよ。まあ、勘定っていうのは神様や仏様をこちらに来れるように、まあ、祈れみたいなね、まあ、要するにこれは自分を神格化させて徳川を未来永劫を守れっていう家康からのもう最大ミッションなわけ。はいはいはい。だから天海はもう宗教的な力とか呪術的な力、あと風水的な力とか、もう様々なものを使って家康を神として根付かせるようにするの。はあ、ははあ、いろんなものを駆使するのね。いろんなことを駆使した。まず天海は家康の神格化をアピールするために、家康が駿府城に亡くなったその日に雨が降る中遺体を久能山に運ばせたの。もう一部の家臣以外誰にも見せなかったの。おー、密かに。なんでこれをやったかっていうと、家康が亡くなった瞬間に久能山に移動して神になったっていうパフォーマンスだよこれは。おお、はい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 。だから家康の亡骸っていうのをほとんど見てないわけ誰も、うん、だけど天海はこれじゃあ家康の神格化っていうのは、まあ、盤石じゃないと思ったわけ。もう一つある仕掛けを行った。天海は一周期経った頃に家康の遺体を久能山から日光に移した。で衝動っていうのがあったじゃんか、うん、それをね、もう豪華絢爛のでっかい堂だったわけよ。はいはい、日光東照宮。そう、これが日光東照宮で、これ約束と若干違うじゃんか。もうね、衝動を立てるだし、勘定をせよとは言ったけど日光に遺体を移せとは一言も言ってないのよ。しかもね、これ遺体運ぶとき金の腰に乗せて家康をね、で1300人で守って何泊もしながらド派手に移動したわけよ。めちゃめちゃ目立ってるわけ。家康の様やでみたいな。うん。じゃあなんで天海が家康の約束を破ってこんな風な目立ったパフォーマンスをやったかって言ったら、ちゃんと理由があるわけ。
あの家康の神格化って所詮は噂話なの、都市伝説なわけ。周りからしたらね、神になったらしいねみたいな感じなんだよ。もう本当かみたいな。そうそうそう、だから天界はあえてその金の腰にこうやって運ばせてド派手にやることで本当に神になったんやって視覚的にアピールしたわけ。あ、パフォーマンスな。そう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 。でそうなると家康の存在とか威厳って爆上がりするわけよ。無視してなお。するとその家康に反抗しようって武将たちも罰当たりだっていう理由で攻撃できなくなっちゃうわけよ。はい、まあそういう意味合いがあるんだな。そう、だから宗教的な力を使って奴らを良くしたわけよ。しかもね、他にもいろんな仕掛けがあるわけよ。日光と久能山には天界の指揮のもと日光東照宮と久能山東照宮を作ったんだけど、この2つの神社をつなげると富士山と重なる位置にあるんだよ。まあ確かに被るっちゃ被るわな。そう、被る位置にある。当時富士山っていうのは富士の山って言われて富士の象徴的な信仰があったわけよ。そうね。だから日光と久能山をつなげて富士山とつながってるっていうことはより神格化を強めることになるの。なるほど。でこの日光東照宮なんだけど、夜になって上を見上げると北極星が輝いてるわけよ。言ったら意図的にその位置に作ってるわけ。はいはい。あの北極星って北進信仰と呼ばれて家康がすごい崇拝してる信仰でもあってパワーがある場所でもある。ほうほうほう。そして日光の下には江戸城があるのよ。これは家康が上から見守ってますよっていう威厳の表れでもある、ね、あはは、守ってますよと。だからさっきの富士山も付け加えると家康っていうのは富士となって北極星の加護を受けて神格化され江戸を守っているっていうのを誇示してるわけ。ここめちゃくちゃ強化されてんや江戸。そうそうそう。まあ要するに天界って家康の神格化をより信憑性を持たせるためにいろんな小技を使ってるわけ。はい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 。でこういった信仰的な技っていうのは実は家康の信号にも隠されてるって言われてるわけ。うん。あの天界は徳川を未来永劫を守るんだったら家康の存在っていうのは天皇以上にならなきゃいけないって考えた。で家康の信号っていうのは東照大権現でしょ。まあこれは天界が朝廷に信号をお願いした時に家康は東に縁があるっていうことでこの東照大権現を選んだの。はいはい。表向きはね。だけどこれを選んだのは天界なりのちゃんと思惑っていうのがあって、あの天皇の始祖神っていうのは太陽の神アマテラス大神でしょ、うん、このアマテラスを分けると天を照らすと書くじゃんか。一方家康の東照を分けると東を照らすって書くわけ。はい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 。太陽って東から昇って輝くわけでしょ、うん、まあ要するに家康の輝きがあって天皇は輝くんだぞっていうのをここで誇示させてるわけ。ああ、そういう意味合いがあると。うん。まあ天皇と同格、むしろちょっと上に立ってんのよ。あと北極星が神格化した人物っていうのは天皇大帝っていう人物なんだけども、うん、日本の天皇の呼称はこれを元につけたって言われてるわけよ。おお、ほいほいほい。で北極星の下に家康がいるわけでしょ。明らかに天皇を意識してるのよこれ。なるほどね。でこんな感じのアピールをしまくってたらさすがに朝廷もはって感じになるじゃん。まあいい気持ちはしないわな。そう、信仰と文化ってあっちの方がやっぱ理解度っていうかさピクってなるんだ。はいはい。あと伝統とかも大事にするもんな。大事にする。言うたら朝廷が警戒すると。うん。天界ね、そのこと分かってんだよ。それはもちろん分かってるだろうな。分かってる。だからいろんな結界を張ってるわけよ。うん。あの江戸城の周りには城を守るように塚や神社が7つ配置されてんだよ。おお。これは天界が別の場所にあった神社をそこに移したりとか作ったりとかいろんな配置でこうやって囲んでるわけ。寺じゃなくて神社なんだ。そう、神社の。おう。じゃあこの神社何かというと平将門の首やらどうやらいろんなパーツをそこで言ったら収めてるわけよ。あー、なるほど。言ったら祀ってんの。はいはいはい、わかった。あの平将門といえばさ、朝廷を追い込んでその怨念もあって最も朝廷が恐れる存在なのよ。まあ天界はこの将門の力を利用して朝廷から江戸を守護してるの。いや、朝廷はこういうの聞くよ。聞くでしょ。ああ。ちなみにこの将門の神社あるじゃんか、これ7つでしょ。これをつなげると北斗七星なんだよ。天界は意図的にこの位置にすることで天皇大帝を作り出してるわけよ、ここで。うん。まあ、天皇大帝は天皇の故障になってるわけだからさ、朝廷も崇拝してるわけよ。もう絶対公平なんてできませんよねって話。確かに確かに。バリアーみたいになってるわけね、それ。そうそう。まさかだと天皇大帝の二重の防御だ、うん、それとまだあって、久能山東照宮をつなげると京都つながってるわけよ。線にするとね。で、その線の位置にあるのは、家康の位牌がある大十字があるわけ。だから霊的圧力で朝廷に家康は睨みを利かしてるっていうアピールなの、これ。あーはー、へー。あ、ちなみに付け出しになっちゃうんだけども、家康の信号を決めるとき、ちょっと天界揉めたんですよ。おぉ。維新崇伝っていう坊さんと揉めたわけ。おぉ、出た、国威の最初。そう、この人
とも家康の側近っていうかほぼ右腕状態。ああはい、もう偉大な総力軍師の一人だよな。そう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 。その崇伝が明神を信号にしたいって言って、うん、天海は権現を信号にしたいって言ったわけよ。ああ押したのね。と揉めたわけで、あのこの時って、明神の方が結構ベタだったから影響力強かったね、うん、だけども宗教的な政治は一の見合いも天下の上ですから。おあの豊臣家って確か秀吉亡くなった時、豊国に大明神ってつけましたよねっつって。なった。おう。見たらその信号をついたと。で豊臣家は家康様が滅ぼしたと。うん。そんな不吉な明神をつけるっていうことは家康様に同じ道を辿ってほしいんですかって言ったのよ。論破論破なのよ。まあそういった感じで見たら権現が選ばれるわけよ。それ当初大権現みたいな感じで、は晴れて決まったと。うん。そして上野に寛永寺っていう寺を天海は作ってそこを仕切ることになるんだけども、そっからね多くの有力な寺たちが天海の傘下に入るわけよ。でそいつらを使っていろいろ政治に利用するわけ。徳川のね。はいはいはい。それは影響力は大きいわな、うん、ちなみにこの寛永寺なんだけど江戸の鬼門の位置にあって、その鬼門封じも兼ねてるわけよ。そうだね。うん、お得なセットみたいな。あ、いろんな意味合いがあったと。あったの。まあ、こういう感じで天海は、まあ、信仰とか宗教とかいろんなの駆使してもう家康を神格化の絶大的なものにしたから、うん、もう東照宮信仰っていうのが根付くわけよ。はいはい、家康様を信仰する信仰。あ、世間にな。そうだからもうね、あの、まあ、今で言うと猫様いるじゃんか。可愛い可愛い猫様ですよ。それは僕がねベシンベシンってやったらさ死ぬほど叩かれるわけでしょ。いや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 、もうあの亡き者にされる可能性。そうそう、亡き者にされると、うん、癒すその状態になってるわけ。恐れ多い存在だって。そう、恐れ多いとかもう触れたら怪我するぞお前。あ、その状態まで持ち上げたってことよね。はい、それによって徳川家を守護するみたい。守護すると。そして天海は家康、秀忠、家光の代まで生きて108歳で亡くなるんですよ。いや、めっちゃ長生きなんだよな。めちゃめちゃ長生きなんだよ。真田信行超え。いや、だから伝説的なっていうところがやっぱ残っちゃうわけ。いや、確かになんかちょっと、まあ、なんか成人みたいになるのかな。うん。それが徳川を裏で支えたフィクサー、南光坊天海でございました。ありがとうございます。うん。ちなみにこの天海ってマニアックな人物って感じするけども、その会津ではめっちゃ崇拝されてるからね。ああ、天海様みたいな。天海様って書かれて紹介されてるから。ちょっと違うから。やっぱ偉大な人なんや。偉大な人なんです。はい、ということでね、またこういう解説もやりたいと思いますので、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターもやってますのでフォロー、そしてスーパーサンクス機能もよろしくお願いします。はい、バイバイ。